4日、日本時間5日、大リーグアスレチックス2、3、ドジャース、オークランド、ドジャースの大谷翔平選手は4日、敵地でのアスレチックス戦に1番 DH で出場し、4打数無安打に終わった、チームは3対2で競り勝ち、2連勝とした。大谷は試合前まで打率3割5分6厘と得意とするデーゲームだったが、2三振を喫するなど4打数無安打だった。 オークランドコロシアムは今季で平常するメジャー初出場、初安打、初勝利、メジャー100号、史上初の投打のダブル規定到達など、大谷の伝説の舞台となったスタジアム。大谷も思い出があると語った地での公式戦最後の試合は静かに終わった。かんこどが泣き続けた今季のオークランドコロシアムだが、ドジャースが訪れた今回の3連戦は盛況で。 合計8万1811人が来場した。3日には今季最多の3万5万3207人を記録。ホームゲーム、のような後押しを受けたドジャースは3カードぶりに勝ち越した。5日から本拠地に戻って、7月に同一カード3連敗を喫したフィリーズとのプレーオフの前哨戦が待ち構える。三男が病気で離脱していたフリーマンも復帰する見通し。 再び上昇気流に乗りたい。